まず朝10時に起きようとしてでなかなか起きれなくて10時半になってしまってでもあの10時半からすぐ水を飲んでから仕事を始めてで、えー、お昼になったらちょっと休憩をとって自分で何か料理を作って食べて食べ終わったらまたすぐ作業に入ってで夕方になってどこからかも電話が来たりメールの対応をしたりそういうのをやってから。 夕飯を家族と,とってでまた作業に入ってで10時頃まで常に今日は何か作曲の作業を一日やろうっていう時もあれば今日はフィールドの作業をやろうそれからプログラムをやろうで一日何か決めてそれをずっと続けてるっていうのが一日の流れですね。そうですねえー、とまずこののいい年なのであある程度貯金があって でまあちょっと開発で収入がなくても持ちこたえられるかなとは思ったんですけどなかなかやっぱりあのこう心もとないこともあったのでクラウドファンディングで皆さんに支援していただきたいなって思ったのが第一で,でなぜそこからキックスターターを選んだかっていうとやはりワールドワイドで皆さんあ国内のクラウドファンディングよりもあの世界的に向けていろいろとこう発信もできますし あのこのあ、えー、と支援していただいた人に対して何て言うんですかね相互的にこう情報をやり取りしてなんかいた,だいた情報に対してこちらも返していってっていうのでお互いあの開発をどんどん良くしていけるかなっていうのが一番大きい理由ですね。そうですね僕がやってたのはあの メガテンのえっ、ー、と女神転生シリーズ、それからあのペルソナシリーズって割と RPG、JRPG をずっと作っていたんですけども、今作っているものとあのゲームのシステムはすごく似てると思います。なのでやってる作業はあの全般的には似てると思うんですけども。 僕がそのアトラスに勤めていた頃に他のプランナーさんとかプログラマーさんとかがやっていた作業をちょっと横目に見ながら「なるほどそうやるんだ」っていうのをいろいろ学んで真似事って言ってはちょっとあれなんですけどもあのアトラスで学んだことをより、えー、と自分らしく表現できるものとして消化して作ってるって感じですかね。ななななののでで基本的なももはそんん変わらないんですけども 僕のフィルターを通してあの好き勝手にやらせてもらってるって感じですかね。<laughs> これはですねかっていうとやっぱりあ,のある程度大きい会社アトラスで仕事をしてきましたしその大きいパブリッシャーでやる仕事はもう 十分かなって言ったらちょっとあれですけども、一人でこの冒険に出たいっていうのが一番大きいですね。なので、うん、あのもう残り少なくな少ないとは言わないけど残り少開発者人生としてこの終わりが見えてきた中で、あの一個大きい冒険をしたいっていうのがそれが一番大きい理由ですね。 これはですねもうあのやる前から分かっていたことであの不安になるかどうかっていうとあのセールス面ではやっぱり一作曲家が何かできるのかよって色眼鏡で見られるのはもちろん覚悟していてでセールス面であの不安要素があるないって言ったら嘘になるんですけどもあの僕自身はあのどっちかっていうとこの 作曲家で皆さんがこう目黒がさできるわけないよなって思ってるところでんかせたいいっていうののが一番のその気持ちですねまさかバカなんてできるわけないだろうっていうのがえっってこう皆さんに驚いてもらいたいっていうのが一番の大きい理由なのでなんかそんなに不安はないですね。 そうですね、このまずジャンルとしては JRPG なのであの腰を据えてこうじっくり楽しむっていうゲームをまず僕が作りたかったんでその腰を据えてゲームを楽しんでもらいたい反射神経とかアクションではなくてそこで、えー、と腰を据えてじっくり楽しむゲームなんだけどもなかなかそういうジャンルでなかった銃で戦うゲームっていうのでその新しい世界観 あ,のあまり見たことない世界観と JRPG の融合そこが一番大きいところですかねあとはあの物語をちょっと楽しんでもらいたいなと結構力を入れて自信作になってるんで物語もあの注目してほしいです,そうです、ね、作曲は一からあもう他の人の手を借りず全部やるつもりです。 であのやっぱりどういうゲームに似てるかインスパイアを受けたかっていうのはあのやっぱり一番大きいのはもうメガテンペルソナを作ってきたのでそういうシステムにすごく影響は受けている,いると思います。であの世界観的にはメタルギアソリッドとかそういうハードで銃を使うような世界観そういうのを目指して作っていて。であの銃をカスタマイズしたりとか の RPG の要素で銃を強くしていっていろいろ変えたりとか強くしていくっていうシステムでやっぱりパラサイトととかもあの影響は受けてると思いる思ますこれはですねあのツイッターでちょっと暇な時間になんかそろそろキャラクターデザイナー探さなきゃなってこう見てたらえっ すごい絵描く人がいるなと思って。ね追っていったら、あれ、女の子だけじゃなくて、高画期動隊もやってるし、すごいおっさんでハードな、こう、おじさん、描いたりするし、いいな、この人は、って思って、いろいろその人を見ていくと、あれ、この人、ペルソナが好きっぽいぞ。<laughs> こんな有名な人に頼めるかどうかわかんないけど、ちょっとペルソナが好きってことは、 これどうにかしてコンタクト取れないかなと思っていろいろ試してみてあのイリアさんとこうコンタクトが取れたら2つ返事で2つ返事って言ったらこの僕があの妄想してるだけかもしれないですけど快くあの引き受けてくれてであのもう何て言うんですかねちょっと予想外だったんですけどもあのすごく感謝してますね引き受けてくれて。 これはですねやっぱり予想通りって言ったらあれなんですけどもあのビジュアル面が僕自身そのデザインアートっていう面が弱いなって思ったところがやはりそんなに評価してもらえなかったっていうのが、まあ、案の定というか予想通りだったのでそこは、うん、まず何とかしたいなっていうところで,でいろんな会社さんにどうやったらアート良くなるかっていうのを打診したりあのモ,ーモーションキャプチャーを撮ったり。 というのそこら辺が、あの、ユーザーさんとの、あの、なんていうんですかね、あの、発表した時との、あの、フィードバックで、その、うん、な,なんていうか、こう、お互い良くなっていけるっていうのが、もう、もちろんそこは、キックスターターにもつながるのかなと思いますね。なので、うん、あの、今後も、こう、いい、いいご意見を、あ、いいご意見っていうんですかね、的確な、あの、良き、あの、ご意見、 期待してますすこれはですね演奏できるといってもあの上手か下手か置いといてまずあの、えー、と鍵盤楽器キーボードとかピアノこれ、まあ、本職といってはなんですけどこれであの作曲をしてますそれから、えー、とギターを弾きますでベースもちょっと弾きます えと高校生あ中学高校ででそれから何だろうなあそうだチェロを少し習ってました5年くらい習ってて実はちょっと弾けたりしてますそれくらいが人に披露しても恥ずかしいか恥ずかしくないかぐらいのギリギリのレベルですねあとは何とかちょっとできるっていうのがちょっとあるくらいですね 一番好きな楽器はですねギターが好きですかねうんギターが、うん、一番好きかもしれないですオタおたまトーンはですねあの難しいです非常にあのちゃちゃっとできるだろうと思って購入してやってみたんですけどもやっぱりそのピッチをこう 正確な音程を取るのが難しくてやっぱり一応あの作曲家のプロなのでこのこうギターみたいにこう印をつけるのは恥ずかしいかなと思ったんですけども一向にうまくならないんでちょっと印をつけて「ドソミソ」ミソってこ,うこの辺は <laughs> ちょっと印をつけたら少し弾けるようになりました。 これはですね僕ごときがねそんなおこがましいですよその有名な人に対してこのねパブリッシャーで勤めててあのこうした方がいいんじゃないなんてことはこうそんなおこがましいんですけどあえて言わせていただければ会社辞めるまでに一度は大きい冒険をした方がいいと思いますよと僕は思います。でも、ま、あの会社に勤めてて大きい冒険はできなくはないんで うん、なんかそこを否定するわけじゃないんですけどもあの社内にいてももしフリーになったとしても何か一個でかい一歩を踏み出すのは楽しいですよって伝えたいですね。これはですね海外の人だとなかなか通じないかもしれないんですけどもやっぱり一番僕が影響を受けたのは。 うんと中学生くらい中学高校と聴いてたフュージョンのジャンルのザ・スクエアっていう、まあ、あのバンドとカシオペアっていうバンドが一番あの僕の作曲の作曲とアレンジメントのベースになってますね。それからやっぱり小さい頃からあのクラシックを聴いてたんでクラシックの有名なもうそれこそベートーベンモーツァルトそういうところを が主なんですけども、そういうところがすごく影響を受けてますね。で、あの、やっぱりその最近の人、最近のあのアーティストからもすごく影響は受けていて、僕最近好きなのは藤井風さんとか結構好きです。バウンディーとかも結構好きで聴いてます。海外のアーティストは僕はあの大学の頃にあの。ちょっとロックを。 いなって思ってもうちょっと古いんですけどあのクイーンとかあのベータな感じをあのやったりあのビリー・ジョエルとかも好きですしマイケル・ジャクソンも好きだしなんかもう80年代ちょっと90年代にかかるくらいのあの頃のあの海外のアーティストは結構好きで聴いてましたね。これはでですすね、僕ねカラオケがすごく苦手ななぜなら えーとですね、僕の声が嫌いなんですよだからこう、ね、戻ってくるこうトークバックの声も嫌いだしもう僕の声がこういい声であのボーカルが得意だったらもうこんな作曲家じゃなくてロッカーを目指してったくらいなんでそうじゃないので僕も本当にカラオケは行かないから、うん、この間久しぶりにカラオケ行った時は「アナと雪の女王」のテーマを歌いました。 僕あの普段からやるゲームはあのスポーツゲームとかあの体幹ゲームっていうんですかねあの体を動かすのがこう好きで新しいもの好きって言ったらあれなんですけどあのオキュラスとかこういう VR が流行った頃いち早く買ってあといまだにウィーのテニスとかをやったりっていうのが一番多いんですけども JRPG に関してはもうやっぱりもう。 小学生中学生くらいの時にあのパソコン8ビットパソコンだったんですけどもそれで買った「あのブラック・オニキス」っていうあのもう内容的にはダンジョンのゲームなのであのウィザードリーにすごく近いんですけどそれが初めてやった RPG でこれでやっぱり衝撃を受けてこういうゲーム作ってみたいっていうのが原、うん、体験ですね。その後はあのいろんな JRPG の,のパソコン版を結構やったんですけれどもそのあたりに衝撃を受けたのはやっぱりあの MMORPG の「ウルティマ」とかですね「ウルティマオンライン」とか。なので RPG もやりつつスポ,ーツもスポーツゲームもやりつつでなかなかアクションゲームは苦手なのでちょっと最初の方をやって「メタルギア」とかもすごく世界観の好きなのでやってみるんですけどもあの最初の方でだんだん敵が強くなっていくと こう,こうリピートリピートしてあ <laughs> も,もうダメだって真ん中辺で断念してしてまうことが多いです、ね、えっ、ー、と皆さんえっ、ー、と僕が楽しんで、えー、自分の好きなように作っている「えー、とガンザー・ダークレス」ですけども「あのこう」は自分の好きに作ってるとは言いつつあの皆さんに 望まれるようなタイトルになればいいなと思っておりますのであのご支援いただきたいですしそのご支援いただいた方やまあそうでない方ともあの今後も開発中にいろいろつながってこのゲームをあのより面白いものに仕上げていきたいと思ってますので皆さんどうぞご支援よろしくお願いいたします。